続きまして最後となります。16番の目、男たちの熱き演奏が今始まる。低音を殴り返ろう、ゴートハーバーです。どうぞ。
改めまして、我々が、今回の、最後の、塗料を務めさせていただきます、ゴートハーバーと申します。ね、なんか例年やとあの、ね、あの感動的な歌とか歌って終わるんですけれど、すみません、2曲とも気持ち悪い曲をしてしまって申し訳なかったです。ラスト2曲はちょっとね、感動的な歌をしようと思ってるので、あのご安心ください。ね、次の曲アステリズムっていう曲なんですけど、アステリズムなんぞやと言ったら、あの星をつなげてできる図形のことを言いまして、あの、まあ、夏の大三角形とかそういうのを歌った曲です。で、まあそうですね、あの僕は星とか結構好きでして、あの数年前、まあ、もう何十光年も前にボンって光った光が今になってやっと届いてるみたいなことがすごいロマンチックやなと思って、まあ、星の歌を書くことにしたんですけれども、まあ、そうですね、最後なんでちょっといいですか、 MC なんかちょっと好きにやらせてもらって、まあ、なんか昨日もちょっと夜更かししてたんであんまり言うことをまとまってなくて長くなっちゃったら申し訳ないんですけど、まあ、みんな慶応のこととか言ってたんですけど、まあ、僕は自分のこと、自分に起こったことしか語れないんで、少し自分語りをさせてもらいますと、そうですね、僕は結構10代の頃自分がすごい嫌いでして、まあ、まあなんでかって言ったら結構自分は不器用なんですよ、すごい、本当に運動もできないし勉強もできないし、でやっと始めてみたギターを、まあ、高校から始めたんですけれども、それもまあ中途半端な不完全燃焼であんまり腕に伸びなかったんですよね、下手くそのままで終わってしまって、で高校卒業する、まあ、18の時に、まあ、このままじゃあかんと思って、まあ、大学進学は真剣に考えた結果、まあ、まあ不器用なんで2年浪人しちゃいました。でまあその時結構ちょっと辛かったんですよ、あのバイトしながらね、朝は勉強、昼も勉強、夜からバイトするみたいな感じの生活で、すごいなんかまあ人生で一番しんどくて、まあ結構生意気なことを言わせていただくとすごいもう死にたいぐらいなんかあのしんどくて、でまあなんやかんやってこの話題企業に入って、でまあ馴染めるかなとか思って不安やったんですけど、あのすごい楽しい思いばっかさせてもらって、もう本当にあの良かったなと思ってます。でまあ何が言いたいかっていうと、まああの今はそんなに自分のことが嫌いじゃなくなったっていうことなんですけども、これはまあ自分が成長したとかそういうのではないと思ってて、一番は、まあ、こんなダメな僕でもあのみんなが受け入れてくれたことがあの一番大きいかなと思って、まあ、ちょっとダメな自分でも愛せるようになったっていうのが大きくて、本当にあのみんなのおかげです、ありがとうございます。でもう一つ言いたいことがあって、まあ、さっきの星の話ともつながるんですけれども、まああの辛いこととかしんどいこととかがあっても、結局今ね まあ、あれはあれでよかったなっていうふうに思えるんですよ。でこれはまあ努力は必ず報われるとかそういう話でもなくて、なんて言ったらいいんですかね、まあ辛い思いをしても結局なんて言うんだろう、まあ楽しい思い辛い思い全部あの意味があるものだなっていうふうなことを、まあ、23年と少しの人生の中で思いまして、でまあ、その23年と少しの中の人生で、今のところ一番この話題気温で過ごした4年間がすごい楽しかったです。まあそんな思いと満天の星空をまあかけてるっていうね曲です。はい、という曲になります。よろしいか、この声で。よし、では次の曲いかせていただきます。アステリズム。
しましたら、まあ、今から、いろんなことがあると思います。まあ、楽しいことだけではなく辛いこともあったりして、まあ、でもたかが部活なんですよね。たかが部活で、まあ、そんな人生に大きな影響を与えることはないかもしれないんですけど、せっかく入ったんやから酸いも甘いも清濁合わせ飲んで楽しんでくれたら、まあ、さっきみたいに僕が満天の星空と、揶揄したような思い出がたくさんできるんじゃないでしょうかということで、まあ、楽しんでください。4年間ありがとうございました。最後の日暮らしという曲をやらせていただきます。